今日はヨハネの黙示録8章と9章、2章にまたがって、週末に起こります、災い、についてお話をしてまいりたいと思います。少し長いですけれども今日はこの8章9章ですね、2章にわたってお話をしてまいりたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。まず8章をお読みいたします。ヨハネの黙示録第8章、子羊が第7の封印を開いた時、天は半時間ほど沈黙に包まれた。そして私は7人の天使が神の御前に立っているのを見た。彼らには7つのラッパが与えられた。また別の天使が来て、手に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使に多くの香が渡された。すべての聖なる者たちの祈りに添えて玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。香の煙は天使の手から聖なる者たちの祈りと共に神の御前へ立ち上った。それから天使が香炉を取り、それに祭壇の火を満たして地上へ投げつけると、雷、さまざまな音、稲妻、地震が起こった。さて7つのラッパを持っている7人の天使たちがラッパを吹く用意をした。第一の天使がラッパを吹いた。すると血の混じった雹と火とが生じ、地上に投げ入れられた。地上の3分の1が焼け、木々の3分の1が焼け、すべての青草も焼けてしまった。第二の天使がラッパを吹いた。すると火で燃えている大きな山のようなものが海に投げ入れられた。海の3分の1が血に変わり、また被造物で海に住む生き物の3分の1は死に、船という船の3分の1が壊された。第三の天使がラッパを吹いた。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川という川の3分の1とその水源に落ちた。この星の名はニガヨモギといい、水の3分の1がニガヨモギのように苦くなって、そのために多くの人が死んだ。第4の天使がラッパを吹いた。すると太陽の3分の1、月の3分の1、星という星の3分の1が損なわれたので、それぞれ3分の1が暗くなって、昼はその光の3分の1を失い、夜も同じようになった。また見ていると1羽のワシが空高く飛びながら大声でこういうのが聞こえた。不幸だ、不幸だ、不幸だ。地上に住む者たち、なお3人の天使が不幸としているラッパの響きのゆえに。以上が8章であります。先週は第7章をお話しいたしました。第7章では額に刻印をされた14万4千人とのイスラエルの人たち、イスラエル人たち、そして数えきれないほどの多くの異邦人たちが天で集って神を礼拝するというですね、おそらくはこの週末期に信仰を持って悔い改めて、しかしその命を落としてしまった人たちが天に集まっている、そしてこの神を褒めたたえている、そういう情景であろうと思いますが、そのお話をいたしました。でその前の章では、父なる神から子羊に7つの封印で封印された巻物が手渡されて、その封印がこう一つ一つ開かれていくときたびにですね、災害が起こってくるという、その、まあ、少し振り返るとこの封印が解かれるときに、開かれるときに起こった災いというのは、侵略者
戦争、また物価の高騰、さらには疫病などによる死ですね、そういうものでした。で、その最初の災いが起こった時に多くの人は終末が来たということに気づいてですね、そして神様に声を上げるという情景が描かれてました。で、6番目の封印を開かれると、このすでに最初の災いの中で、多くの人が命を落とすわけですけども、しかし信仰を持って命を落とす、言ってみれば殉教する、そういう人たちの姿が描かれるんですね。で、先週の話があって、今日7番目の封印が開かれるわけです。で、7番目の封印が開かれるということは、またそこで新たな災いが起こるのかと思ったら、そうではなかったんですね。7番目の封印が開かれたら、半時間ほどの沈黙が起こったと。半時間ってなんか中途半端な感じですけども、それほど長くはない。しかし、ある程度の時間沈黙が、つまり何も起こらない時があったと、まさにこれは嵐の前の静けさみたいな感じでしょうかね。そして今度は、7つのラッパが7人の天使に渡されるんですね。最初は封印だったんです。今度はラッパで、この7つのラッパが吹かれるたびに、また新たな災いが起こってくるわけですけど、その災いが起こる前にですね、この天井で捧げられる祈りのシーンが少し描かれます。一つの天使の手に香炉が、香を炊く鉢のようなものですけれども、それが持たれて、そこに香が盛られ、その香が全ての聖なる者たちの祈りとともに神様に捧げられるわけですね。で、これは前にも同じような情景があったんですけども、黙示録における香っていうのは、こう祈りを象徴してるんですね。で、これは何を意味してるかというと、当然地上でいろいろなこう災いが起こっていくわけですから、人類はですね、間違いなく神様助けてくださいと、何とかしてくださいと叫ぶはずですね。ものすごいこの祈りが捧げられるはずなんです。で、その祈りがこう神に届けられるというか、そういうことを象徴していると思います。しかし、この祈りを捧げたその祭壇の火をですね、もう一度この天使はこうに受けて、それをこう地上に投げるんですね。で、これはおそらくその祈りに対する神の答えというか、あるいはその祈りによって始まるまた新たなる展開を象徴していると思います。これはあくまでくどいようですけど、象徴ですからね、実際にそういうことが起こっているということはないんですけども、でもそういうやり取りがあるということです。そして第1のラッパが吹かれます。で、ラッパっていうのは、聖書においてはイスラエルの人々が集まってくるときにラッパを吹いて集まってくるとか、あるいは戦いに行くときにラッパを吹くとか、なんかの合図ですよね。それは今でもそうですけども、で、最初のラッパが吹かれると、血の混じった雹と火とが生じ、地上に投げ入れられたと。血の混じった雹と火っていうのも、よくわからないんですけども、なんとなくこうイメージとしては隕石、なんかこうね、こう時々テレビなんかでありますけど、こう燃える石のようなこう隕石がバーッとこの天から降ってきて、そして、地上の3分の1が焼けてしまう。さらに木々の3分の1、全ての青草も焼けてしまう。このラッパの災いは、この最初の災いが示しているように、この天から降ってくるんですね、災いが。封印の災いは天から降ってくる災いじゃなくて、この地上で起こってくることなんです。もちろんその天変その地位はあるんですけど、その第6の災いの第6の封印の時に天変地位は描かれるんですけど、それは直接の災いにはならないんです。でもラッパの災いは天から災いが降ってくるんですね。で、最初はその血の混じった雹と火っていうから、赤いんでしょうね。だからなんか炎のようなものがこう天から降ってくる、それこそ戦争中の焼夷弾のような、爆弾のようなものの形がものがバッと降ってくるのかもしれませんが、それで、地上の植物を焼き払ってしまう。
あるいは建物が多くの建物が焼けると、それが最初のラッパの災いで、次のラッパは火で燃えている大きな山のようなものが海に投げ入れられる。で今度は、まあ、火山の爆発をイメージしているのか、あるいはもっと大きなその流星のようなものが海にこう落ちてくるのか分かりませんが、で海の生き物が3分の1死ぬと、また船も3分の1が壊されてしまう。最初のラッパは、ね、こう陸でしたけども、この2番目は海ですね。海の生き物が死に、また船が壊される。で3番目のラッパが吹かれると、今度は松明のように燃えている大きな星、ここはもう確実に星と書いてあるんですね。だから、まあ、流星というか彗星のようなものが落ちてきて、川という川の3分の1とその水源に落ちると。でその星の名はニガヨモギといい、水の3分の1がニガヨモギのように苦くなって、そのために多くの人が死ぬ。つまりこの星が降ってきて、そしてそこから何らかのこう汚染物質が地球上に拡散して、それこそ放射能とかなんかよく分かりませんけれども、そしてそれがこの水に影響を与えて、多くの人がその水を飲んで死んでしまうっていうんですね。だからこの最初繰り返すようですけど、ラッパの災いっていうのはこう天から降ってくる、こう地上の中で戦いが起こるとか物価が高騰するとかっていうことじゃなくて、天からいろんなものがまあ降ってきて、その度に地上の草木や建物が焼き払われる、今度は海に落ちてきて海の生き物が死ぬ、さらにはこの飲む水が汚染されていくっていうことで、どん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 こう人間の生活がそこで追いやられていくっていう、そういう姿が描かれますね。そして第4のラッパが吹かれると、太陽の3分の1、月の3分の1、星という星の3分の1が損なわれて暗くなると。天体がの異変が起こってですね、だからこう太陽の光が暗くなっていく、夜も月が暗くなって、星もどんどんこう光を失っていく。だからものすごい、これはこの地球上の人たちにとって不安だと思いますね。でそこまでがこうラッパの災いなんです。ラッパ災いの1から4まで、空からというか宇宙からというかね、天から災いが降ってきて、そしてこの地上の人たちはそれで苦しんでいくと。で次9章に行きますと、次の9章に第5のラッパの災いと第6のラッパの災いが書いてあるんですが、この第5と第6は非常に詳しく書いてありますし、でまたちょっと長いんですけども、まず第5のラッパの災いというところを読みたいと思います。9章の1節から12節です。第5の天使がラッパを吹いた、すると一つの星が天から地上へ落ちてくるのが見えた。この星に底なしの縁に通じる穴を開く鍵が与えられ、それが底なしの縁の穴を開くと、大きなかまどから出るような煙が穴から立ち上り、太陽も空も穴からの煙のために暗くなった。そして煙の中からイナゴの群れが地上へ出てきた。このイナゴには地に住むサソリが持っているような力が与えられた。イナゴは地の草やどんな青物もまたどんな木も損なってはならないが、ただ額に神の刻印を押されていない人には害を与えてもよいと言い渡された。殺してはいけないが、5ヶ月の間苦しめることは許されたのである。イナゴが与える苦痛はサソリが人を刺した時の苦痛のようであった。この人々はその期間、死にたいと思っても死ぬことができず、せずに死を望んでも死の方が逃げていく。さてイナゴの姿は出陣の用意を整えた馬に似て、頭には金の冠に似たものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また髪は女の髪のようで、歯は獅子の歯のようであった。また胸には鉄の胸当てのようなものをつけ、その羽の音は多くの馬に引かれて戦場に急ぐ戦車の響きのようであった。さらにサソリのように尾と針があって、この尾には5ヶ月の間人に害を加える力があった。
イナゴは底なしの縁の使いを王としていただいている。その名はヘブライ語でアバドンといい、ギリシャ語の名はアポリオンという。第一の災いが過ぎ去った。見よ、この後さらに二つの災いがやってくる。恐ろしいですねこれね。まあこの九章の前に、八章のね最後のところで、天使が不幸だ不幸だ不幸だ、地上に住む者たち、なお三つの天使が不幸としているラッパの響きの家にと、四つのラッパが吹かれて四つの災いがあって、その後出て、その後の災いはもっと深刻だよと、もっとすごいよっていう予告をして、そして九章に行くわけですね。それで今読んだこの第五のラッパの災いが起こるわけです。で第五のラッパの災いは、まずそのやはり天から星が落ちてくるんですけど、そのことによって底なしの縁に通じる穴が開くっていうんですね。でこの底なしの穴っていうのは、英語でアビスって言いますけど、そのまあ、おそらく死者が行くところであるとか、あるいはサタンや悪霊が住んでるところというか、そういうこの悪い者たちのいるところみたいな意味で使われる言葉なんですけれども、これまではその悪い者たちのいるところはまあ閉じられていたんですね。だけどもこの空から星が降ってきて、それが開くわけです。そしてそこから恐ろしいものが出てくると。出てきたのはイナゴの群れですね。今まあ私たちイナゴは別に怖くもなんともないというか、日本はイナゴの大量発生とかないですけど、まあ、中近東やアフリカは今でもイナゴの大発生があって、そしてもう根こそぎ作物が食い荒らされるということがあるんですね。ですから当時の人たちはイナゴを大変恐れたんですけども、まあ、旧約聖書にもヨエル書にそのイナゴの災いの話書いてありますけども、でもここで出てくるのはそういう昆虫のイナゴではありませんね。イナゴのように見えるけれども、まあ恐ろしい姿をしていると。で、その姿は羊人の用意を整えた馬に似ていて、頭には金の冠をつけて、顔は人間の顔のようで、髪は女の髪のようで、歯は獅子の歯のようで、胸には鉄の胸当てがついて、羽の音は多くの馬に惹かれて、戦車を戦場に過ぐ 戦車の響きのようだと。でさらに尾と針があると。何ですかこれは、何でしょう、ね、あのインターネットであのレバレーションのなんだっけ9ってやるとね、これを想像で描いた絵がいっぱい出てきます、ね、変です、ね、イナゴなのに人間の顔がついてて、なんかヘルメットみたいなのつけてるんですよ、でもこれ僕はね、むしろそのオスプレイとかアパッチなんて戦争のあれ使うヘリコプターみたいなね、なんかそんな感じがしますよね。で1世紀の人たちは空飛ぶ兵器があるということ自体知らないわけですから、まあもしかしたらね、そのこの今の時代のこの空を飛ぶ兵器を見たら、こういうふうに描いたかもしれませんね。でも羽が生えてるっていうのはつまり自由に飛んで、そして、頭が顔のよう、顔が人間のようだっていうのは知恵があってね、そして、もちろん冠やなんかでつまりこの守られている、さらにはその攻撃する能力があるわけですよね。しかしこのイナゴの攻撃は非常に恐ろしい。なぜかというと、刺された人が死ねないって言うんですね。死ぬほど苦しいのに死ねないと、うん、恐ろしいですね。もう殺してくれと。しかもこのイナゴに刺されるのは、額に神の刻印がされていない人だけだって言うんです。これ前の章で14万4千人がその刻印を受けた人のイスラエルの人出てきましたよね。で彼らはそのすでに天に帰った人だけれども、まだまだ地上にはそうでない、でも悔い改めた神様を信じた人たちがまだ大勢いて、でも彼らはそのイナゴに攻撃されないという。それ以外の人はみんなサソリにやられて苦しみもがいてるわけですよね。でハッと隣見ると、ここになんかマークのついた人は平気な顔して暮らしてるわけですよ。
まあ滑稽っちゃ滑稽ですけど、なんであんたはひどこんな目に遭わないんですかと、いやそれは私は神様を信じて悔い改めたからですと、であなたも信じて刻印を受けなさいと。まあほとんどの人は多分そこで悔い改めるでしょうね。ああやっぱ神様を信じなきゃいけないんだ、聖書に書いてある通りのことが起こったんだということで多分悔い改めると思います。まあ前からずっとお話してますけど、この終末のまあ患難時代というか最後のこのさまざまな災いが起こる時代っていうのは、神様が人類に与えられる最後の悔い改めの時ですからね。神の憐れみが明らかになる時ですから、神様が人類を苦しめる時じゃないですからね。今はこういうことが、まあ今もね、今日も今回もすごいです、この災害はあったりしますけども、この週末に出てくる話に比べたらまだまだ全然可愛いですよ。でも今悔い改めとけばいいんだけども、人間なかなかそこまで簡単に悔い改めないので、でも神様は最後にこのさまざまな災いを地上に送って悔い改めるチャンスを人類に与えられるわけです。だからもうこの第5のラッパなんていうのはその典型的なものですよ。悔い改めた印のある人は苦しまないんです。でも悔い改めてない人だけ苦しんでいくわけだから、ああそれはもう自分も悔い改めなきゃいけないなということになるはずですよね。で5ヶ月間苦しめること、まあ、5ヶ月っていうのはね、中途半端な時間という意味なんですね。黙示録に出てくる数字とか時間はあくまで象徴的なものです。でも7とか12っていうのは神の数字なんですけど、5っていうのは実に中途半端な時間ですね。だからこれはその時がいつまで続くかわからないというのは多分ニュアンスを持ってると思います。でこのイナゴには名前がついてるんですね。ヘブライ語でアバドンといい、ギリシャ語の名はアポリオンという、別に名前なんかいらないんですけどね、これ意味はね、滅ぼすものという意味ですよね。恐ろしい名前ですね。滅ぼすものという名前のついたサソリが、それじゃねえわ、このイナゴがね、まあイナゴのように見える、おそらく兵器でしょうね、これはね。それがこの地球上にいる額に刻印を押されてない人たちに攻撃をして、その人たちが苦しむと。これが第5のラッパで、次第6があるんですよ。第6はこの9章の13節から続きですけども、これも読みたいと思いますが、第6の天使がラッパを吹いた、すると神の御前にある金の祭壇の4本の角から1つの声が聞こえた。その声はラッパを持っている第6の天使に向かってこう言った。大きな川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の天使を放してやれ。4人の天使は人間の3分の1を殺すために解き放された。この天使たちはその年その月その日その時間のために用意されていたのである。その騎兵の数は2億。私はその数を聞いた。私は幻の中で馬とそれに乗っている者たちを見たが、その様子はこうであった。彼らは炎を紫および硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄と吐いていた。その口から吐く火と硫黄と火と煙と硫黄、この3つの災いで人間の3分の1が殺された。馬の力は口と尾にあって、尾は蛇に似て頭があり、この頭で害を加えるのである。これらの災いにあっても殺されずに残った人間は自分の手で作ったものについて悔い改めず、なおも悪霊どもや金銀銅石木それぞれで作った偶像を礼拝することをやめなかった。このような偶像は見ることも聞くことも歩くこともできないものである。また彼らは人を殺すことをまじないみだらな行い、盗みを悔い改めなかった。これが第6のラッパですね。第6のラッパが吹かれますと、4人の天使が、解き放たれるんですね。ユーフラテスのほとりにつながれているっていうんで、ですけどね、そのまあユーフラテス川がその、まあ、物理的な意味じゃないと思いますけれども、まあ、かつてねユーフラテスっていうのはアッシリアとか、バビロンとかね、その世界的にこう強大な国があったんですね。だからそういうなんか強大な国を象徴していると思いますけれども、そこからこの4人の
天使が、人類の3分の1を殺すために解き放たれる。実はですね、この黙示録の中に人類の3分の1が殺されるって話がいっぱい出てくるんですよ。で全部足したら全人類の数を超えるんですね。あくまでこれは象徴的なことです。だからかなりの数の人が殺されるという意味なんですけど、でその、まあ、要するにこれは軍隊ですよね、軍隊、でその数が2億だって書いてあるんです。新約聖書の時代、ヨハネのこの黙示録の時代に世界の人口は2億いないんですよ、この聖書の時代には。だからこの2億の兵隊っていうのは、まあ、そのもちろんこの数字は現実的な、その本当の数字じゃないですけれども、2億の兵隊がもしこれが本当の数字だとするならば、2億の兵隊を持つ国が誕生するのには長い時間がかかるわけですよね。だから2億のって言ってるこの言葉には、終末がもっとだいぶ先だよってニュアンスが少しあるかもしれないし、じゃあ今実際にどうかというと、だいぶ前の話ですけど、中国の人民軍はすぐに2億の兵隊を動かせるっていう話があったんですね、だからあ、これは中国だって誰か言った人もいましたけど、別に聖書はそんなこと言ってるわけではないです。でもものすごい数の兵力が終末のこの第6のラッパの時まで、まあ、温存されているとか隠されていて、そして、この時にそれが解き放たれるわけです。でこの2億の兵は、騎兵はですね、これまたさっきのイナゴじゃないですけども、すごい格好してます。これもね、胸当てをつけて、そして馬を狩るわけですけど、それが、獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄を吐いて、で馬の力は口と尾にある、尾にも害を加える力があると、これはね、なんかやっぱり戦車をイメージしますよ、私はね、これ地上の非常に強力な武器というか武力というか、そんな感じがします、で、この強力なね、まあ、2億の兵力がまた強大な武器を持って、地球上の人たちを攻撃して、そして、まあ、もうなんていうか無作為にというか、この、まあ、武力を使って殺戮していくわけですね。3分の1の人たちが殺戮されていく。もうここまでね、この封印の災いがあり、そしてこのラッパの災い 1,2,3,4,5 とあって、さらにこの部隊がこの現れて世界中の人たちを攻撃するとなったら、まずほとんどの人は悔い改めると思うんですよ。まあこれは聖書に書いてある通りだなと、黙示録に書いてある通りのことは起こったと。ところがそうじゃない、ところがそうじゃない、これらの災いにあっても、ここですよ問題は。殺されずに残った人間は自分の手で作ったものについて悔い改めず、なおも悪霊どもや金銀銅石器それぞれで作った偶像を礼拝することをやめなかった。この後に及んで悔い改めない人がまだいるっていうんですね。でもこれは逆に言えばどういうことかというと、ずっと私がお話してますけれども、この終末の災いというのは神様が人間に悔い改めを求めるために与えられているものだということですよね。ただ人間を苦しめてやろう、本当に神様に、悪いことばっかりしやがってと罪深い人間最後に苦しめて罰だって苦しみを与えているということじゃないんです。第五のラッパがそうであるように悔い改めのチャンスを与えている。でもこれだけいろんなことが起こっているのに、まだ悔い改めない人がいるということも事実なんですね。そういうことも起こるんだと。だからまあヨハネはなんか驚きを持って書いてますよね、これはね。これらの災いにあっても殺さずに残った人間は自分の手で作ったものについて悔い改めず、なおも悪霊どもや金銀銅石好きそれぞれで作った偶像を礼拝することはやめなかったと。まだこれだけあってもこの天使創造の神様に心を向けないで、
いろんな自分の神様にお願いをしている、滑稽ですよね。でもね、でもこれがまた人間の愚かさということなのかもしれません。はい、ということで今日はこのちょっと長かったですけども、ラッパの災いをね、1から6までお話をいたしました。まあこの2章を続けてお話しした理由はお分かりいただけたと思うんですけど、このラッパの災い、最初は植物が焼き払われて、2番目は海の生き物が死に、また船が破壊され、3つ目は水が汚染されて人々が死んで、4番目は天体が暗くなった、で5番目は底なしの淵からイナゴが現れて、最後は2億の騎兵が3分の1人類を殺すと。恐ろしいです、恐ろしいですね。でもこの、これらの恐ろしい出来事が地上に次々襲っても、ね、この人類最後の悔い改めの時なのに、まだ悔い改めない人間がいるというのが、このラッパの災いの6番目までに行っての、まあ、驚きの光景ではあるんですね。人間というのは、まあ、強情というか傲慢というかね、なんですね。まあ、僕らは別に人のことは言えないんですけども、でも神様もがっかりしてらっしゃるかなと思います。でもここまで行ってまだ悔い改めない人がいるということはどうなるか、また次があるわけですよ、当然ね。でこの7番目のラッパが吹かれると、今度はね、87つの8っていうですね、の災いが来るんです。3段階来るわけです。封印、ラッパ8、そしてちょっとこれを今回のですね、6番目の底なしの縁が開いたっていうのは、その後の予告が少し入ってる。この底なしのとこからね、サタンが現れるわけですよ。週末の第二主人公みたいなもんですね。でこの週末の時に神様はサタンをお裁きになるんですけども、そのまあ、ためのなんていうか、序章みたいなものがこのラッパの災いの5番目の災い、イナゴが現れるっていうのですね、そういうことも描かれてはいくんですけども、まあ、いずれにしても、神様が週末に、まあ、もたらされるこのさまざまな災いで、今これね、2000年前の人が読んだらこんなこと起こるわけがないと多分思ったと思うんですよ、ね、そんなイナゴみたいのがその空を舞って、人々を苦しめるとか、2億の兵隊が火を出す馬に乗ってとかね。でも今私たちは想像できますよね、そういうことが起こっても不思議はないね、またこの、まあ、天体のなんていうか、天から災いが下ってくるということは今ないですけども、でもそれが起こっても別に不思議じゃないんですよね。だから私たちはそれを今知っているっていうことはとても幸いなことだと思いますね。僕は今この話をしているのはですね、皆さんにしてるだけじゃないんです。週末になってこの私の説教をの録画を見る人が、多分世界で3000万人ぐらいいると思います。少なくとも日本人の中には、ね、YouTube で黙示録で、ああここに話がある、ね、ああここに書いてある通りのことが今起こっとるぞと、ね、悔い改めなきゃまずいと、ね、いうふうに思う人が絶対出てきてほしいし、そのために私たちは、それは私だけのものじゃないではじゃなくて、皆さんもそれを知っているわけですから、まずこの話を聞いた者として、こんな思いをする前に、ね、信じようじゃないかと、ね、もう強く強くそのことを願いますね。お祈りしましょう。天のお父様、まだまだ激しく雨が降りしきっております。自然の前に無力であるということを私たちは知りながら、しかしこれを作りになった神を見上げることをしない。黙示録を読みますと、
もっともっと大きな災いにあっても人間が悔い改めずにいるということを見るときに、また愕然とする思いではあります。しかし神様、あなたはこの固くなな人間を悔い改めさせるために、心を鬼にしてさまざまな災いを地上にもたらして、我が子よ帰ってこいと最後の警告をなさることを知りました。神様、まず私たちがこのことを知り、どうぞ私たちの周りにいる多くの方々に、今は信じられないかもしれないけれども、神の時が来る、終わりの時が来るということを伝えておくことができるように、そうするならば、その時が来た時に、ああ確かにあの人の言っていた通りであったと、聖書に書いてあるんだということが分かり、悔い改めに導かれると思います。どうぞその役割を私たちに担わせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。